はい。えー、君の名はのネタバレをしたいと思います。えー、君の名は、えー、映画館で初めて見たときはですね、えー、なんで見に行ったのかよくわからないんですよね。<laughs> えー、まあでも話題作だっていうことでね、えー、で、新海誠監督、それまで全く知らなかったんですよね。えー、大噂はね、聞いてたんですけれども、全く情報なしですね。で、まあ、えー、見に行って でまあ30分ぐらいでね、えー、映画館を出てしまいました <laughs> えーとちょうどですね、えー、僕たち私たち入れ替わってるでラッドウィンプスがかかって MV がミュージックビデオが始まるんですがまあそこでね、えー、出てしまいましたさすがに付き合いきれんという感じですね、えーまあ まあ正直もう前半は、本当付き合いきれないなっていうね <laughs>。ひどいんですよね、前半がね <laughs>。ただこの前半があって、そしてまあその次の、まあ三部構成なんですが、その次のえ隕石衝突の不思議ですね。入れ替わって入れ替わりが起こらなくなったところからのミステリー展開ですよね。隕石の、隕石を。 にたどり着くまで。これがまあ、三部構成の第二幕ですよねで。そして解決に向かうところが第三幕で、で、最後、階段のところは付け足し、おまけですよね。まあ、それが、えー、第一幕のところの、えー、おまけですよね。えー、だから最後もう一回戻してあげて、なんとか収集をつけてるんですが、 第2幕と第3幕は意外と、えー、やりたいことをやっているということなんですよね。でまあ30分で出ちゃったんでそのままだったら終わりだったんですが、えー、バーでですね隣の女子の人にその話をしたらそっからが面白いんですよって言われてあ,ある程度ね、えー、ネタバレを聞いてから行ったんですよね。<laughs> です まあ、そのおかげでね、えー、いろいろ、えー、深掘りできるようになったんで感謝しているんですが、えー、まあ、これはどうしてこうなっちゃったのかなっていうと、やっぱりまあ、えー、プロデューサーである河村元気さんの影響ですよね、多分ね。これは、ね、河村元気さんが全部差配してると思うんですよね、君の名はに関しては。で、えー、それがね、 川村元気さんの出自ともね、えー、出自ですね、えー、とも、えー、関わってる問題なんですが川、まあ、村元気さんっていうのは映画モンスターなんですよねで映画をむちゃくちゃ見ていると年間500本とか見ていて、えー、そして、えー、そもそもがお父様が日活の監督で えー、挫折したらしいんですよね。そして、えー、3歳から、河、えー、村元気さん3歳からですね、映画、エリート教育を施していのは、星ヒューマみたいですよね。そして、河村元気さんは、えー、最終的には東宝坂東映に入って、プロデューサーに、社員からプロデューサーになるというね、えー。そして今はストーリーという会社なんですよね。このストーリーは、えー、今回の えー、すずめの戸締まりの最初のね、予告のロゴとかにも出てくるぐらい、えー、まあ、関わっているんですが、まあ、ストーリーっていう会社の名前ももうすごいですよね。えー、でも川、まあ、村元気さんの仕事ぶりですよね、この君の名は。でまあ第1、第2、第3って分かれてて、これ全く違うジャンルが入ってて、第1幕は、まあ えー、世界系と言われてるやつですよね。えー、そしてまあ第2幕は、えー、これはまあオカルトですよね、えーと。これはまあ原作はムーだと思うんですがムーをね、えー、ベースにした、えー、実はもうその少女は死んでいたみたいなオカルト系の話ですよね。そして第3幕は えー、ちょっと忘れてしまいましたが、えー、日本神話ですかね、えー。日本神話に引き戻して、口上酒とかね、えー、それから黄昏時とかね、えー、に元にして解決していき、そして最後、えー、階段のところは第一幕の続きということなんですよね。まだこの手法なんですが、 これはまあ、川、えー、村元気さんのお父さんの勤めてた会社であるところの日活の日活ロマンポルの形式なんじゃないのかなと思うんですね。まあ見たことがないんで、もうこれ憶測ですし、川、えー、村元気さんのお父さんがそのポルの映画を撮ってたかどうかっていうのは全くわからないんですが、えー、やり方としては、まあえー、日活ロマンポルの方式で、 とりあえずまあポルノを撮っとけばあと何してもいいよっていうね、えー、そういう映画ですよねなんでまあ第1幕とそれからエンディングはまあポルノ映画だと、えー、まあそれだけ出しての出しとけばいいとね、えー、そこでまあ岡田敏夫先生とかね、えー、それからも漫画家の人とかがこれを 見ていいってやつはバカだみたいな話をしてるんですがまあ私もそう思いますがええー、別にだから悪いってわけではないんですよええー、ただね私が批判したいってそれはないだろうっていうのはやっぱり作り手側がバカにしてるんですよねだからええー、これはよくあるし言い訳なんですが広告代理店とかそれからいろんなええー、悪いものを売ってる人たち それに関わって広告をしている人たちはそもそもね、えー、テレビ CM とか CM っていうのは嘘なんだから、えー、これを買って騙されるやつがバカなんだって、まあ、詐欺師が言うやつと同じなんですよね。それはさすがにねないだろうとまあた確かにそれを言って口に出して自分だから俺は、えー 問題ないんだ。正常なんだっていうふうにしないと、精神のバランスが保てないのはわかるんですよね。馬鹿に物を売って何が悪いっていうふうにしないと、自分のやってることそのものが、まあ、社会悪なわけですよね。まあ、だからそういう環境で、まあ、創作物を作ってしまうと、えー。で、このは、できたものはじゃあいいものかつと、まあ良くないものなんですよね。えー たとえそれが売れたとしても、で、売れると正義みたいな資本主義ではね、なので、まあそこに組み込まれてるわけなんですよね。だからそれはまあ、えー、まあ昔ね、えー、選挙でみ、えー、政権交代が起きた時とかに、えー、B1 層だが B2 層っていう風うな呼び方があって、えー、まあそこがバカ,バカだと。 バカ者層だから、そこを狙えみたいなね <laughs>、のがあった、堂々と言われた時期がありまして、今はさすがに F なんとかとか、ちょっとまた言い方を変えてると思うんですが、えー、まあ、テレビとかの CM の作ってる人たちとか、まあ、全員そうですね、テレビ関係者は、まあ、テレビ見,見てる人はバカだと。で、テレビに騙される人はもっとバカだという風なスタンスなんですよね。 まあそれをいいとはさすがに褒められないですよね。そしてまあ、えー、それがまあ、えー、第一幕なんですよね。だから第一幕でか、私が帰っちゃったのもしょうがないですよね。<laughs> そういうのを見たい。映画にそういう、そういう映画を見たわけじゃない。そういう映画いくらでもあるわけで、えー、そこからは、 わざわざ私が見に行かなくてもね、いいわけなんですよね。見たい人が見りゃいいかなと思って、その人たちの上、えー、前で、なんか本当に作りたいものをね、作っていただければね、それを,を見,る見ればいいわけであって、うん、なんかね、これは私の見る映画じゃないなと思って、えー、退出したんですよね。なんか、えー、村上春樹さんっぽいってい話なんですが、私はそもそも村上春樹も読まないですね。くだら,くだらなくて。 っていう人なんで、まあ、合うわけがないんでで、すよねで。絵もそんな好きじゃないしねえなんでまあラッドウィンプスも絶対聴かないわって感じなんでどう考えても会うわけがないんですがただその映画の構成作り方に関してはむちゃくちゃ興味があるんでなんでこんなね映画が出来上がってそしてこれがヒットしてるのか っていうのを、まあえー、見るためにまた見に行ったって感じなんですよね。でとにかく、えー、アイディアが新しいかというとそうでもない。その日本神話的なもの、えー、万葉集ですよね。からの引用が面白いかというとそうでもない。このそうでもないぐらいがちょうどいいんだなっていうね。えー、まあまあだからバカでもわかるってことですよね。えー、とにかく、 えー、絵が綺麗っていう話もありますが、確かに絵は綺麗だなと思いますね。そして、映画で見るのはいいと思うんですが、まあでも絵が綺麗ならまだ別のものも、もうそもそもアニメじゃなくてもね、いいんじゃないかなと思うんで、絵が綺麗っても基本前提ですよね、映画的にはね。だからそもそも、 日本映画で絵が綺麗っていうのがないっていうのがまた問題ではあると思うんですが、えー、なんかこう、君の名はね、また見返してみても、特にこう、これといったね、えー、特徴があるわけではない映画なんですよね。で、なんでこんなにヒットしたのかなっていうと、 まあ、ヒットしたのは、それはプロモーションが効いてるからじゃないかなって私はやっぱり思うんですよね。<laughs> まあ、シンゴジラから、シンゴジラの中で予告編が流れたのかな。ちょっと逆だったかもしれないんですが、とにかくまあ、311からの閉塞感があって、そこに311ベースの、えー だけど世界系っていうものをぶつけたっていうこの一点なんだろうなって思うんですね。311をなかったことにしてもしこれをやったらそれは今までの映画だしそこまでおき楽じゃないよね。だけど311を、えー、忘れてないけど、えー、恋愛をね、えー、恋愛映画を楽しみたい っていうそういういい、えー、新しいジャンルですよねだから後ろめたさなく、えー、恋,愛恋愛映画を楽しみたいっていう人にはね、えー、この君の名が刺さったんじゃないのかなと思うんですねそしてまあ3・1日以降のまだかシン・ゴジラとかですよね、えー、にはうんざりしていたそういう見たいのはゴジラじゃねえと見たいのは、えー、恋,愛恋愛映画だ、えー、その俺たち 高校生、中学生の青春を楽しませてくれと、そういう、まあ、えーえー、要求がね、欲求があって、それが、まあ、マッチしたんじゃないのかなっていうね、思うんですよね。まあ、それはだから何かって言うと、やっぱり、ロマンポルノ状態っていうことですよね。えー、だから、最後、 えー、まぁ、あ、進誠監督的には別にあの最後のシーンはいらなかったっぽいんですが、あれだから河村元気さんが、あーつけたんじゃないのかなと思うんですね。まあもちろんあの階段で会うっていうのはありえないんですが、でもそこを、あのシーンを入れたことによって、つうかあのシーンをやるために今全部持ってきたっていう話ですよね。あのエンディングを作るためにどうすればいいか、つって、 っていうことでいろんな舞台設定をし,していってああなったということですよね。でまあえー、じゃあ何もやりたくじゃあ何もね自分の作家性とか出してないのかっていうことではないんですよね。それをだから作家性が出てるから「えー、君の名はね、えー、これだけヒットしたんだと思うんですよね。それをだからやっぱムー」ですよね。ムーからの えー、隕石落ちて人いなくなった村消滅みたいな、えー、古くはツングースカーでしたっけ、えー、隕石落ちて森林なくなったとか、それから恐竜の滅亡ですよね。そしてまあこのペースになっているのはやっぱ日高機墜落事故だと思うんですが、まあ大体、えー、死傷者のね、数も同じということなんですよね。えー なんで、えー、その新海誠監督の、えー、聖書であるところの「ムー」を原作にしてあってでもそれをうまく川村元気さんが覆い隠しているとでもそこはかとなくそう漏れてるね、えー、漏,れて漏れてくる「ムー」そして、えー、新海誠監督の、えー、学んだ国文学からの「万葉集」の話というね えー、うまくミックスされて、えー、うまいチューニングがされて、えー、まあ、君の名はできてると。っていうわけで、まあ、完全に、えー、仕組まれたね、映画だと思うんですよね。まあ、だから、天気の子ではね、えー、ちょっとわ、わ、わけがわからない、えー、展開になってる、と思うんですよね。だから、 天気の子を最初に発表したら、えこれは、えー、多分こんなには受け入れてな、受け入れられなかったんだけど、君の名はっていう映画の後に来たのであ、観客がですね、観客そのものが新海誠プラス河村元気チューニングされて、えーまあ、天気の子をね、見に来ているので、まあ、この流れは、えー、スズメの戸締まりも聞いてると思います。だから、 えー「君の名」のオープニングからのその体入れ替わってるラブコメみたいな、えー、世界系のオープニングが未だに、えー、新海誠、えー、監督の作品を見る人の中に残っていてそこはもうやらなくていいと、えー、そ,そこはもう、まあ、ベースができてるから、えー、もっと物語の中をね、えー、広げていける。 っていう、ね、まあそういう作り方になってると思うんですよね。えー、なんでまあ私が途中で30分でね退席、えー、してしまったのもしょうがないかなってね <laughs> 思いますね。ただまあだからもうちょっとだからその30分の中に引きを入れていただければねよかったんですが多分それを入れると今度。 え、普通の、まあ、バカと呼ばれてるね、観客の人がついてこれなくなるっていうところで、まあ、そもそもね、私みたいな人がみ、見てはいけない映画だったんだろうなとは思いますが、えー、ま、スズメの戸締まりまではね、えー、見届けようかなと思うんですね。まあ、逆にこう、ことの葉の庭とかね、そういうのを、もうやっぱり見る気は起きないんですよね。まあ、それはだから、えー、 その新海誠監督の、えー、なんだろうな、その、安野秀明さんとはちょっと違うところだとは思うんですが、えー、まあ、もちろん、スズメの閉じまりが終わった後、何か作りたいものを作ったら、えー、その、一作目ぐらいは見に行こう、見に行くと思いますね。ただ、まあ、そこで、そこが一番多分、新海誠監督の試される、 えものなんでそこはももうとんでもないやつをね、えー、その、えー、お金稼ぎモードは終わって、えー、面白いね、えー、映画を作っ、ま、だが試される時ですよねまあ,、えー、あの細田守監督とかも川村元気さんから離れてね川村元気さんと手を組んだことによって面白くなくなってしまった。 まあ、あ稀有な例なんですが <laughs>、まあ、面白くないって言えばみんな面白くないんで、えー、河村元気さんと絡んだことによって、えー、まあ、プラスにいかなかった例ですよね、細田ルさんね。で、河村元気さんが、えー、多分離れて、ちょっと、竜と蕎麦かすの姫が河村元気さん絡んでるかちょっとわからないんですが、えー、まあ、えー 最近の細田守さんのね、えー、作品、えー、ちょっと面白くないものがねヒットはしているとは思うんですがやっぱり面白くないとまあだから川村元気さんが今、えー、長編映画で「百花」っていうのを、えー、上映してるんですがそれもね一応川村元気さんのことを話すにあたって見に行ったんですが実はまあ、えー、川村元気さんが自分のことをね えー、俺は AI だって言ってるんですよね。えー、俺は AI で、えー、記憶を貯めることしかできない。そしてそれは面白くなくて売れないって、そういう AI, AI を作ってしまう物語なんですが、えー、そもそもその AI は誰かって、何かっていうとそれは河村元気さんのことなんですよね。だから河村元気さんは、その記憶ね、映画の記憶はいっぱい持ってるけど、 何か新しいものを作れるわけじゃないっていうのはもう自分で自覚してるわけですね。そしてその何か新しいものを作るためにはその記憶を、えー、消さなければいけないっていうところまで分かっている。でもそれはできない。何を消せばいいかわからないみたいな感じなんですよね。そして肝心の肝心なことは覚えていないってそこまで言ってるんですよね、映画の中でね。だから百科そこまでで分析できてんのに、 えー、まあ、百花っていうのは、えー、認知症のお母さんと、えー、音楽プロデューサー、音楽ディレクターの息子との話なんですが、まあ、百花のネタバレをします。えー、そうすると、えー、お母さんが全部忘れていって息子が、えー、俺の方が記憶がね、えー、いっぱい覚えてると。えー、だからマウントを取るわけですね、母親に。で、 えー、それがま、だから映画オタクとかのマウントの取り合いと同じですよね。で、その、そう、それを、え、えー、映画オタクのマウントの取り合いを、あ無意識に、えー、映画の中に入れちゃってるんですよね。それはなんか自覚してないと思うんですが、そしたら最後、えー、お母さんの方が実は、えー、覚えていたみたいなオチなんですよね。記憶をなくしてるお母さんの方が実はちゃんと覚えていたっていう。 落ちなんですよね。で、まあだから認知症の母親の話をベースに、ちょっとだけ、えー、その息子の音楽プロデューサーの、えー、AI 作りみたいなのが、ちょっとだけ挟まるっていう形なんですが、まあはっきり言っちゃうところ逆にした方が良かったですよね。だから息子が AI を作って、えー、悩んでるところに母親の認知症の問題が入ってきて、 えー、そこで気づかされるっていうね。逆の比率の方は良かったけど、多分そういうのは、まあ、そもそも企画が通らないんじゃないのかなっていうね。えー、ちゃんとね、川村元気さんもヒットさせなきゃいけない。まあヒットしてるかどうかわかんないんですが、えー、私はこの、認知症の母親と AI っていうのは、の比率は全く逆にすれば、名作になったんじゃないのかなってね。 思いますね。そしてまた、これも空っぽの映画で、全く何もね、えー、伝えることがない映画でしたよね。えー、その認知症、難病エクスプロイテーション映画なんですよね。その私の中の消しゴム、頭の中の消しゴムみたいな、まあ見たことないんですが <laughs>、そういう記憶が消えていくのののお母さんバージョンで、それは普通ですよね。えー、若い女性、 が認知症、えー、記憶が消えていくっていうのは、より、え普通の話をね、えー、やってて、そこは、まあ、好感が持てるけど、それが鼻につくというね。えー、だから、やっぱ、河村元気さんは、新海誠監督みたいな、えー、まあ、従順な、えー、立場の弱い、えー、人を捕まえ、才能ある立場の弱い人を捕まえて、思い通りに転がして、 えー、その初期の上前を跳ねるというまあまあやっぱりプロデューサーですよねそして、えー、まあ最終的には、えー、卒業していったり、えー、言うこと聞かなくなっていくというそういうオチになると思うんですがそれはもう多分本人は、えー、分かってやっているということなんで、まあ、だが分かってやっている人の方が立ちが悪いっていうね、えー、そういう感じのね 君の名はだけでもね、なんかそんな感じがしてもう、辛いですね、見ててね。えー、なんで、えー、今回のスズメの戸締まりは、えー、新海監督が暴れまくってくれてて、そして次のね、えー、新しい新海ワールドをね、ちょっとね、期待したいなとね、思ってます。